作文失敗じゃないですか、これは。数 1A の平均点38点ですよ。なめるなよ、高校生や浪人生を。文部科学省できるようになるんだよ、こういうのって。ダメだったってね、思ってる人大丈夫ですから。Hello there、 始まりました、マテツチャンネルです。さてさて、今回はですね、はい、共通テストの平均ですね。まあ予想なんですけども、河合塾が出しました。速報でですね、やっぱり、いや、目をね、見張るのは数学だね。もう圧倒的でしょう。数 1A の平均点の予想が38点ですよ。こんなことってあるのっていうぐらい低い。だって去年と比べても、まあ去年ですら、覚えてますか、数 1A っていうのはなんか変わったよね、読まなきゃいけないしめんどくさいし、いや数 1A むずいよって言ってたのに、それのマイナス20点って書いてありますよ。はい、だ巨人の 57.68 のマイナス20で、いや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 、やばすぎでしょ。38点ってさ、自分の高校の数学の中間テストとか期末テストの平均点とかですよ、こんなの。いや、共通テストで起こるかっていうね。平均6割ぐらいになるのがいい試験って言われるわけですけど、これはもうそれをはるかに下回ってしまってるってわけなんで、作文失敗じゃないですか、これは。まあだから、なんかまあね、新たなことを問いたいっていうのがあったんだろうけど、まあ数学の先生からね、もっとちゃんと現場を知っとけよっていうね、そんなね、理想ばっかり追いかけてないで、どういう状況なのかっていうのを分かっとけよっていうね、意見が来ましたけど、まあそうでしょうね。で、数 2B も42だからね。そう、だから数 1A だけじゃなく、数 2B の方もマイナス18点ですから、だいぶ下がってます。ということで、やはり数学の難化っていうのが目立った。そして次に国語ですね。はい、国語もマイナス11点なんで、まあ110点を切りましたね。まあこれはユーテラの方で平さんに出してもらってますけど、好評。この動画が出ている時には現代文のが上がってて、その何時間か後には古文漢文のが上がってると思うんですけど、そう、漢文がだいぶ難しかった。まあ古文はいつも難しいんですよ。センターの時から難しい難しいってずっと言われ続けてるんですけど、取り文である漢文もだいぶ難しかったし、で、さらにはやっぱ原文ね、どうしても取れないんじゃないの、ここ落としちゃうでしょうみたいな問題があったってことなんで、まあ詳しくはユーテラの方見てもらいたいんですけど、やはり相当難しかった、肌感覚でって言ってました。で、英語に関しては難易度は上がってると思いますよ、ぶっちゃけ。でも初見じゃないので、今年、去年はみんな初めて体験するものだったんで、どうやってやったらいいか分かんなかった人がいっぱいいたはずなんですよ。思考調査とだいぶ違う試験にしてきたので、どうやって解いたらいいのかが分かんなかったじゃないですか。でも今回は知ってる状況で行ったので、多くの人が情報を照らし合わせるとか情報処理とかね、だから簡単に感じた人も多かったですね。難しく感じた人も多かったです。実際レベルの高い問題も入ってます。めんどくさい作業をやらなきゃいけない問題も入っているけれども、もう訓練を積んできてるからできるようになってきてるわけですね。なめるなよ、高校生や浪人生を。文部科学省できるようになるんだよ、こういうのって。まあ自分自身だからトイックで訓練ずっと積んでたから、できるようになるっていうのはよくわかってるんで。だから、この、まあ語彙レベルとか構文のレベルとか情報処理のレベルを上げてきましたけど、解けちゃうんですよ。やってきてるから、みんな。はい、という感じで、まあそれでもやっぱり、プラス3点で62点ぐらい。まあまあ、それぐらいじゃないって感じかな。できる人とできない人はやっぱり差はまだあるだろうね。ただやっぱ訓練してきてできるようになった人が多いって感じかな。リスニングもそうですね。だから前半部分はもう、初見じゃないからだいぶできる人は多かったと思います。やっぱ後半の第5問、第6問ですね。あそこがやっぱレベルがドンと上がってるので、本当に英語力ある人、だから本当に東大とか目指す人だったらそこは取れちゃう。でもそういうところを目指してない人にはきついよね。で、プラス4点、56点から60。まあ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 、そんな感じじゃないですかね。満点崩しの問題はどちらにもついてたから、リーディングにもリスニングにも。だから満点取れると思ってたけどダメだったっていう9割の人たち結構コメント来てましたね。そうです。本当になんか東大とか難関国公立目指す人だったら全然9割台は取れる試験ですね。時間も、去年よりは全然かかんなかったと思いますしね。まあその他はなんかやっぱ日本史が難しかったっていう意見が結構多かったですね。やっぱマイナス10点、だいぶ難しかったっていうので、急遽
本日ユーテラの日本史の相澤先生と動画撮りましたんで、そちらが流れる予定です。ユーテラの方で明日流そうと思いますね。はい、急遽撮りましたって言って、これ喋ってる時は撮ってないんですけど、まだ、はい、急遽決めました。で、日本史がマイナス10で世界史がプラス1なんで、だから世界史の方が良かったみたいにね、結構言われてたんで、64-54で、で受験者数があまり多くないから話題にならないのが生物ですね。生物はまあ難化したというか、まあ去年が簡単すぎたんですね。72.64 だったのがマイナス26で47になったってことで、他と見ても49、47、49っていう科学、生物、地学は似てるので、まあそこまで変わらないかなっていう感じです。ただまあ下がってはいるんだよね。科学もやっぱりリマイナス9。で下がって、まあ地学はもともと受ける人が少ないんで点数低いのが多いんですけど、物理がマイナス4、こんな感じかな。で基礎系は、物理基礎がマイナス7、化学基礎がプラス3、生物基礎がマイナス5、地学基礎が変わらず34という形で、基礎科目は生物基礎が一番低くなったんですね。去年は科学が一番低かったと。まあ、公民に関しては、倫理がマイナス11。まあ、去年高すぎるね。71だ。原社。で、政経が57で変わらず、臨政が70と。臨政結構選択する人もいますよね。プラス1か。という形で、全体を見ると、はい、5教科7科目、文系は513で、マイナス42。ほう。そして、理系は5教科7科目でマイナス49という形になりました。はいはいはい。なるほどね。まあだから全体的には難化と言っていいと思いますね。だから、ダメだったってね、思ってる人大丈夫ですから。まだまだ。もう調整は入るか分かんないですよ。入るか分からないけれども、周りもできなかったってことですから、凹む必要はないんですよ。これからだと思ってください。まだまだチャンスあると思って、ぜひ、本当に2次に向けて頑張ってください。まあ、次第の人なんかもね、これで終わりじゃないですから、やりましょう。で、逆にできちゃった人、できたって人たちも、安心するのはまだ早いですからね。意外と燃え尽き症候群って、できちゃった人に多いので、共通テストうまくいっちゃって、その後の勉強、はぁーってなっちゃう人に結構起こることなんで、共通テストうまくいったからといって、止めないでくださいね。もうだって共通テストの期間、共通テストって勉強してた人たち、次第の勉強とか、国立の勉強おろそかになってる人多いですから、こっからちゃんと、次第や二次試験に向けてのね、勉強に切り替えて、本当にやっていってください。まあ、昨日も坂上さんもね、本当もう切り替えて、ただまだチャンスはあるから、小論の勉強はちゃんとやっておいてねと言ったんですけど、もう気持ち切り替えて、次第に向けて、英語、現代文、古文、小論と頑張って勉強してね、っていうね、感じでアドバイスを出したんですけども、はい。ぜひ、だから燃え尽きないで、まだですから、こっからですから、逆転はあり得るし、よっしゃ、A 判定だって言って怠けないこと。はい。ぜひぜひ、ね、頑張ってください。応援します。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。今、僕が首席講師を務めます。ベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また、個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて、登録よろしくお願いします。